ありがとうございます。では、教会に行ってるけど洗礼は受けてないよって方いらっしゃいますか。おお、はい、ありがとうございます。じゃああとは、なんちゃってクリスチャンか、クリスチャンか。わかりました、わかりました。あのですね、騙されんなら最後まで騙されてください。私は騙されて、これまでもう幸せでいっぱいな人生です。イエス様に騙されてください。ただ騙されたら最後までとことんまで騙されてください。もしあなた、イエス様が本当に神様だとどうするんですか。私は一緒に心中します。それくらい私は惚れてます。なぜかというと、イエス・キリストの神観ね、神様どんな人かっていう人はね、いろんな10人いたら10人あると思うんです。私の中では男の中の男ね、網を下ろして私についてきなさいなんて言わなかった。網を下ろしてどれについてこいって多分言ったと思うんですよ。それは僕が勝手に描いてることで、誰も見たことないんだからね、分かんない。僕が青春の時は映画を見ているかのように、あの俳優がイエス様で、ペテロがあの俳優でとか言っていたら読むんです。そして、臨場感、なぜかというとね、ペテロもヨハネもね、その兄弟たちもみんな漁師だって言うんでしょ。漁師っていうのはね、どこの国行ってもね、荒くれなんですよ。で、大豆かなんか振りながらね、ハンカチョーカーやってるんですよ。わかんないけどね、全部全部じゃないけど。で、港町っていうのは大体ヤクザいるね。ね、博打ってやることないから、女の子が博打するしかない。で、そういう人たちをね、弟子にするっていうんですから、イエス様はムキムキですよ。だって、大工してるんですよ、大工。大工してて、ヘラヘラなわけないよね。骨格隆々でさ、ね、メル・ギブソンの映画のね、あの人ちょっと家でもちょっとたるんだけど、まあまあ、多分呼吸だと思うんですよ。で、ちょっと毛深くてギャランドゥでさ、ね、それで、ついてこないって言ったらね、もう漁師やってるよね。だって、ヨハネっていう男はどういう男かっていうと、ね、雷の子、ボアネルゲっていうあだ名をつけられるほど短気だったんですよ。ね、それがね、この新約聖書を書くときには愛の使徒、ね、愛を代名詞、ね、もう呼び呼びの90代のヨハネが来て、神は愛ですって、もうそれでみんなが打たれたって言うんだから、ね、伝承になるとそれでもう説教終わっちゃう、ね、そんなに楽な牧者いないね。もうそれからもう来た瞬間にもう愛ですみたいなね、愛がもうここにあるようなね、短気なボアネルゲがね、愛の人に変えられていく、これがキリストの真理なんですよ。だから、騙されんなら最後まで騙されて、ね、言ってくださいってことなんですよ。僕は騙されてよかったと思います。騙されてんじゃないんだけど、もうヤクザやったからね、半か超か、生きるか死ぬか、いつかばっかり生きてるから、神様死にます、全部水中で死にますと、ね、全身全能全部ね、そうにして僕は契約したんです、神様にね、刑務所の中で、ね、こうするので、私はあなたにかけますよ、かけて当然、かけて、ま、負けがない、100% 勝ちの人生、これが私の賭けなんです。それを信じるか信じないかはあなた次第だということで、それはなんかどっかの終わらないけど、信じるか信じないかはあなた次第。どのような人生が守っているのかなと思いながらですね、僕の神観で、ちょうど今日朝示されたところ、今日朝デボーションしながら示されたところ、私が勝手に読みますから、熱心な人たち開いてくれたらいいですよね。マタイの福音書。マタイの福音書の11章の19節、11章の19節。人の子が来て食べたり飲んだりしていると、あれを見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言います。でも知恵の正しいことはその行いが証明します。ね、人の子というのはイエス・キリストのことですね。キリストが来ると、あいつは大酒飲みの食いしん坊だ、ね、自然人や罪人の仲間だと言います。はい、続いて、第2コリントの5章の17節。皆さんクリスチャンなら多分知ってるんじゃないかなと思うところですけども、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。
古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。ねえ、ねえ、これ、私が行く時ですね、平田社長のですね、先輩に高江一行というね、これまた素晴らしい器でですね、生き字引のような先生が大阪にいます。しかも西成のど真ん中でホームレスを毎日200人ぐらい集めているその人なんですけど、その人のところにね、実はおととし初めて行った時に会場の後ろにもう明らかにその筋の人間がにやみきかれて俺のことを見てる。俺はそれを見て、ああ殉教するかもしれないと思いながらですね、どうせ死ぬんなら、ね、殉教で死んじゃうと思ってですね、ヤクザの時死ななかったんですから、これちょうどいいやと思ってですね、もうバカーンとですね、僕はもうどのように救われて、どのように、クリスチャンになって牧師になったのかね、今お前らお前らって僕言っちゃったんで、お前だよってね、ホームレスね、こじきとヤクザ3日やったらやめらんねえんだよって、いつまでこじきやってんだって言ったら、俺はヤクザもこじきも同じだって、同じね、飯を3日食ったらね、もうやめらんな、そう生活とかだって同じだってたのね。まあ自分のことはさておくのが牧師だからね、立っておいてとりあえずそういうこと言うね。で、キリストを信じるなら今ここで泊まるところもあるんだし、まだ行こうよみたいなことを言ったら、もうそしたらもうグワーッと睨んでるわけですよ。こいつは何してるやろって。でその時に終わった高井一行成績、いやいましたね、ああいう筋もんがいましたね、いやもう全部の事務所でコンコン知ってたってね。で僕の入れ墨入れてる写真を見せて、この牧師が来るからね、全部そこら辺のね、西成の屋根の事務所を叩いて連動したんですよ。いやもうこれはすごいなと。でもそのまた後輩もすごいなと、今回そこの事務所に行ってもう福音を伝えてくるんだから、まあ俺が行けないからね、立ててくれたんだと思うんですけど、神様が、まあ、キリストに死ぬとはそういうことですよ。でなんで私がキリストは男の中の男かと言ってるのかというと、私のために死んでくれた人はこの人しかいないですよ。目には見えないけれども、間違いなく2000年前に私の罪とか呪い、病、もっと言うなら恥まで全部背負って、十字架にかかってくれたんですよ。それを信じるだけでね、ヤクザだった人生も、売人だった人生も、もうしゃぶちだった人生も、離婚をして、女房を泣かれてきた人生も、全部が許されたんですよ。というと世間の人はまた牧師は偏頭痛なこと嫌がってと、いいですか、クリスチャンになって幸せになるってことは確かに本当ですよ。でもそれと同じぐらいに責任と自覚が必要になってきます。私が許されたっていうのは神に許されたってことですよ。霊的によって私は死んだら天国に行ける切符をもらって、切符、これは切符だとしたら切符もらってるんですよ。しかしその切符をやめたって話してもいいんですよ。そういう人はどういうふうに聖書を書いてるかって言ったら、生まれてこなきゃよかったっていうんだよ。ね、私たちは持つだけでいいの。持ったまんま、ね、パウロの書簡読んでください。クリスチャンの方、特に、ね、ヘブル書にも書いてある。この最初の確信を持ち続けるならばという条件がついてるんですよ。ね、信じた人間には持ち続けるその責任があるんですよ。ね、だから私たちは許されたならばどうやって生きるんですか、これがクリスチャンの生き方ですよ。許された私がへへんっていつもね笑って過ごしてるんだったらいいんです。あなたは救われたのは何をどういうふうにして生きるんだっていうのが、それがクリスチャンの生き方。お前信徒達也はね、どうやって男の中の男のクリスチャン、イエス・キリストに出会ってね、お前シャブから救われて、ヤクザから救われて、じゃあお前らどうやって生きていくんだよと。それで私は牧師になりながら、ミニストリーや刑務所から出てくる人を、行き場のない人間を泊まらせて、仕事に就かせて、社会復帰させてと、まあ、その証がこの間出た、未来は誰でも変えられるというね、本の中に、うちの教会に刑務所に入った人間がどのようにしてやり直しをできたのかと。ね、その刑務所の中にいる間に後ろに座っている梅崎恵子というストロングクリスチャンの
お, あのおばさん、おばさんじゃない、あのお姉さんがおりますけれども、そのお姉さんがですね、一生懸命手紙を書き、また松本少年刑務所松本桐さんの9の4に、面会に行ってくださって、でその子が無事に出所して無事の教会で洗礼を受けた。その洗礼を受けた時にはちょうどワイドスクランブルというね、テレビ朝日で、公開されましたけど、そのような証が、今新しい本にあります。クリスチャンが大事なのはどのように生きるか、ね、ここに書いてありますよね、私を変えた愛、それはキリストによる愛ですよね。その愛は、私は伝わらなかったら愛じゃないんですよ。で、自分で似せなかったら愛じゃないんです。そして愛は態度ですよ。私の概念、愛の概念ですよ、態度なんです。どんなに愛を示したとしてもね、あの昔ありましたね、笑いながら怒ってるその竹中なんだっけ、竹中直人のあのギャグじゃありませんけど、そして愛はですね、口じゃないですよね、行動なんですよね。で、愛してるって言えなくても、僕はね、最近妻が愛してるって言うから愛してるよって言うんだけど、あの言う前に本当は言いたいね、妻に愛してるよって言う時にね、あ、気持ち悪いって言われるんですよ。なんでって言うと、あんたは、あなたはあの許し、何か悪いことして許してもらう時に愛してるよとかね、あとチューとかするって言うんですよ。アーメンだなと思って、あの普段からやっぱりこの愛を伝えてないといけない。なぜなら私たちは朝ごとに新しい恵みは追ってくる、ね、神様は私たちを目に入れても痛くないと書いてあるでしょ。瞳のように守るんだ、私のことを瞳のように守るんだって言ってる。その愛を受けた者はその愛によって愛することができるんでしょ。私たちの愛はこのペットボトル用であってはならないです。ペットボトルに穴を開けて流さないと愛は腐るんですよ。水分もそうです。こうやって置いといたら腐るだけですよ、ね、だけども上から来るその愛をね、流し続けるならば、それはいつも満たされて流れて、綺麗な愛の水が流れて、なんてすごくいいこと言ってね、今日は俺は。もうなんか星みたいですね。そういうね、生き方、これが愛なんです。それがない、愛がないってね、思うでしょ。思った時はチャンスなんですよ。私には愛がないな、許せる心はないなって思うっていうことは、それは示しなんですよ、気づきなんですよ。愛することができないから神様が必要なんでしょ。私たち許せる心がないから神様が必要なんですよ、ね。で、何で、あなたのクリスチャンはどんな人って言ったら、クリスチャンっていうのは清くて正しくて美しくないからこそ、神様が必要な哀れな自分だと気づいたものがクリスチャンです。清くて正しくて美しくないから、もう洗礼受けませんって言ったら、お前一生受けねえよ。そうでしょ。そんでね、私はね、この人だけは許せないから洗礼受ける資格はないし、あ、もうじゃあ一生受けれませんと。人生の長ね、お前今35か、おお、そうかった、じゃあ80まで死ぬとして、あと55年あるでしょ。55年の間に人生やってる嫌なやつがいっぱい出るに決まってるだろうと。ね、その人を許せなら、許せない自分がいるって気づいたら、ね、でもイエス様はできないことをしろとは言わないんですよ。ペテロが、あ、イエス様が水の上を歩いてる、え、あなたが来いって言われて私は歩けるから行きたいって時に、イエス様はその時、お前は人間だからダメって言わなかったでしょ。そうでしょ。ペテロも来なさいって言って歩いたんだよ。だけど現実を見ていろんな文字がズズズズズってなったんだ。それよくある神父ですよね。でもできるから来いって言ったんですよ。だから許せない気持ちだけど、許せるようになるから許せって言ってるんです、聖書で。それを実践する、ね、聖書を言っていることが、私たちは、はあ、これはいい話ですねって頭の中に入れるだけだったら誰でもできん。それを行うか行わないかが、これが信仰なんです。アメン。私たちはそのできる実行力があるんです。信じてなくても洗礼を受けてなくても、神様、私はそうしたいですって言った時に、神様もそれをなすことができるんです。それはクリスチャンだってクリスチャンでもなくても一緒です。
神様はなぜなら 100% 答える。大酒飲みの大ぐらいだって言ったその人たちはね、イエス様はね、あいつはね、大酒飲みの大ぐらいだと。俺もなんか言われてそうだよ、いつも酒飲んであんまり食べないけど酒飲んでるからね。じゃあなんでそんな、俺もね、あの同業者ってヤクザじゃないよ、あの牧師仲間からなんでね、あの新野先生そんなの危なっかしいことするのとか、なんで批判を受けることをわざわざするのって、波風立てるのって。なんでかっていうと、僕自分のブログにビールで乾杯してるとことか、ワインで乾杯してるところを写真で載せてるわけよ。そうするとクリスチャンでもほら、固いね、俺の愛する固いクリスチャンの方からは、なんだあの牧師のくせにと言われる。 ある人は、あすごくあの勇気のあることだっていう。別に波風立てたくはないよね。ただなぜそんなことまでするのかって言ったら、世の中の人は酒飲みたい人が多いんだよって言われて特に牧師が酒飲むの、先生一緒に飲みましょうよって言うから、いつも肝臓休まってないの俺だからでもそれも、それは飲むための僕は言い訳をしてるかもしれないけど、世の中の人はどれだけ、その特に日本の文化っていうのは、酒をまず一緒に飲まないと心開かない。本当ですよ。あのネラン神父、この間今年死にましたよね。死にました、天に帰りました。そのネラン神父が、新宿でバーを始めた30年前、あれは日本人は酒飲まなかったら心本音を開かないからってバーやったんですよ。あの神父さんだけです、僕牧師だって言って接待するときにびっくりした顔して一緒にこう接待僕にくれたんですよ。もう今年死んで前、今年召されたんですけど、今年の正月ちょっと行事があって行けなかった。でもその前の年も、まあ正月には日本のクリスチャンは集まるべきだということでですね、ミサを、ちっちゃなミサをしてから乾杯って言って30人で飲んでるのに、ワインの元が60本ぐらい空き瓶になる。そんなようなあの飲み会をですね、いつもやってて、あので、毎年毎年、おー、ヤクザ牧師とかって言ってそれで、おー、私あ、来年生きてるか分かりませんとか言って、で、まあ今年も大丈夫だと思ったら言っちゃったんですね、まあ、そんな話があります。けれども、その、ネラー神父がね、日本でそれことをするというのはすごく画期的だと思うんですよ。でも外国行ってみてください、バーをやっている神父さんもいますね。その文化の中でですね、じゃ あ僕は本当に、ロンクリスチャン大好きなんですよ。うるさいこと言わないし、まあ、別にクリスチャンがうるさいこと言ってるわけじゃないんですよ。でもあのノンクリスチャンを愛せなかったらね、自分がだってその最たるところにいた、ね、そのパウロでさえ自分のことを罪人の頭、じゃあ俺もその2番手くらいまた大根になろうかなぐらいに悪かったやつですよ、ね、で大酒飲みの大ぐらいだって言った人間にとっての言った人間の心の中には、罪人、主税人、遊女たちとは、ね、交わらない、受け付けない、悔い改めに導いて救おうという意味がない、意思がないんでしょ。僕たちはその十字架の2000年前の十字架の贖いによって信じるだけで、キリストご自身の霊の聖霊が一人一人に与えられているから、そういう罪人、ヤクザ、遊女を見て、はあ、救われてほしい、悔い改めに導いてあげたいというね、憐れみがあるんですよ。それがないからあいつらの仲間だあんってなんでしょ。人が立ち直るためのきっかけの、いいですか、家族がいる、もしくは恋人がいるという人といない人では立ち直れるきっかけは雲泥の差がある。立ち直るそのモチベーションとして、自分に寄り添う家族もしくは恋人がいないならば私がなりましょうっていうのが、罪人の友主イエスキリスト教会がやっている献上伝道。誰もいないんですよ。誰もいなくて、昨日も話しましたけど、行くとこがあるんだって教会来ないの。でもこの聖書の中の一文、心の貧しいものは幸いかな、
そのお人、天の御国はその人のものである。心の貧しいものって言ったらちょっとなんか嫌な感じがするけど、神しか頼れなくなったものは幸いって書いてある。誰にも手助けをしてもらえなくなったものは幸いだよ。神様はその人のことを絶対に見捨てないよってことです。最後の最後に私たちはいるよ。神はいるよ。あなたのためにいるよ。誰がどんなことを言っても私はあなたの味方だよ。アメン。私たちはね、クリスチャンになって、聖霊を受けます。で、クリスチャンですから、クリスチャンでも同じ人間ですから間違いを犯します。そしてあいつはクリスチャンのくせに、あいつはこんなくせにっていろんなこと言います。しかし私たちは一度聖霊を受けたものは、いいですか、クリスチャンよりも好きです。どんなにどんなことがあっても誰に何を言われると私たちは清いんです。絶対に清いんです。誰が何と言おうと清いんです。なぜなら私たち悔いて改める心ができるから。それがある限りは誰がどんな文句言ったってあなたは清い、私は清い。誰に文句を言ってもイエス様は私たちを天の父に弁護してくださる。そのことが分かると私たちは大胆になります。大胆になれるっていうことは、大胆になれるっていうのはね、聖霊のバプテスマを受けてるってことなんです。ペテロが3000人を一気に救いましたね、あれも聖霊の力です。聖霊の力がなければ私たちは人に愛を語ることもできない、まあ人を奮い立たせること。僕はですね、開拓伝道を始めたときに、なんと僕は川口市、埼玉県川口という片田舎に、片田舎でもないんだけども、お風俗のある田舎町に住んでます。でそこの警察に、何とかしょっぴかれたことがあった。で開拓伝道を始めた。そしたら僕は丸坊に呼ばれた。丸坊に、俺親方じゃないのに何だろう、お前刑務所上がりのやつを集めて何やってんだろう、組でも起こすつもりかみたいなこと。いや僕は牧師になったんですよ。でもなかなか信じてくれなかった。その信じてくれなかったんです。それが2年後、今度保護司会の集まりがあったんですよね。それに保護司が95人来て、警察官が10人来て、110人ぐらいのやって、メインスピーカーが私でね、でサブがそこの川口警察の銃器対策、銃器ってのは拳銃ね、銃器薬物対策の課長さんだった。その課長さんがサブで僕のこと先生って言われて、先生って言われていいのかって思ったんだけど心の中で頭の中で聖霊様、こういうエペソ書ね、エペソの2章を思い出したと。敵を配置されたって書いてある。ああそうか、俺ここのそういう心が神様にもっとね、イエス様に直結しなきゃいけないと思って、敵を配置されたって言ってですね、仲良く握手をして、和解をしたという一面もありました。あるいはですね、夜ですね、まあ飲んでですね、ちょっと飲んで、ほろ酔い加減でこう駅から電車を降りて帰って、で教会の人と二人で歩いていました時に、女性がね、馬乗りになって殴られてるんですよ。うわやられてると思って、俺は、これは警察電話しなきゃって、電話してって言って、電話してなかなか来ない。その言う間に仲間が、いや止めなきゃダメだと、お前止めろよって感じですけど、お前止めてよみたいな感じで、いや酔っ払いがもう喧嘩してるから、もう絶対止めたら僕やられると思ったんですよ。でももうなかなか来ないし、やばいとか、ちょっとって言ったら、何こんな野郎みたいなって、やられて、バシバシもう殴られて、ですけど、一応ほら、喧嘩ちょっとやってたから、もう、はめた兄弟ばりにこうやって、ぴゅっぴゅっぴゅっよけて、でも、最後あそこ、自動販売機の方にやられちゃったの、やばいと思ってですね、避けたんだけども、もうこれ以上避けられないと思ってですね、胸ぐらを掴んだ。だから向こうが倒そうとするから、僕は逆に倒したわけよ。倒して、向こうも胸ぐら掴んでるから、ビリビリビリって破れたわけ。ね、でもう夏だったから、ビリビリビリって入れ墨入れて、入れ墨出すままで、しょうがないと思って、乗っかって、やったら、パーコパーコパーコ。あれにはもう牧師終わったと思います。
これはね、僕もね、もうこれで終わった、もうクリスチャン人生も終わりかと、牧師人生終わりかと思った。入れ墨だよ、だって上乗りになってりゃさ、まあ、間違いでも一般主義をもういじめてるやつだし、もうパトーカーが2年も来ちゃって、いやーと思ったら、もう終わったと思ったら、その殴られた女性が、この人が助けてくれたんですって言うわけですよ。あ、よかったと思って、そしたらね、僕はそのままやられたと思って押さえてた。ごめんなさい、ごめんなさい、その女の子が言うわけで、どうしたんですかって言ったら、この人息子、この子は息子なんですよって言うと、どけるかなって俺、もうバカンってなっちゃう。警察の目指しても、魔法だったの、バカンってやっちゃったみたいな感じですよね。まあ、そんな男ですよ。まあ、それも、で、その後ですね、そのお母さんが、茶封筒に万札をこう、入れてね、家に来ましたよ。これを警察だよ、ね、いやいや、もうここはもう開拓電灯買えなくてね、俺もどかなしながら開拓電灯したから、こっから喉から出が出るほどいきなり欲しかったんだけど、いや、お母さんそんなことしたらダメだよ、ヒーローになっちゃった、全国でいただきますからありがとうございます。まあそんなことがありながらですね、さあ問題しながら、すごくね、善意があるってことはめちゃめちゃ僕にとってはマイナスの出来事、なんでかっていうと、そういうに箸にも棒にもかからない、ちょっと甘い言葉を甘いことを言えば、ね、噛みついてくるような手のひらを返すような、うぬせやませの人間をですね、刑務所外の人を置くってことはですね、こっちも舐められちゃいけないと言いながら、体を張って、伝道してるわけですけども、そういう中で僕は前科でね、向こうも前科あるからまだいいけれども、ね、組織犯罪で、ある意味はちょっと粗暴犯だって思われてた人間のやることですから、ね、ちょっと何かあればね、あいつはいたんだとか、暴力ボクシーだとかって、ね、言われたかねない、もういろんなそういう目のなんかもう見張りを見られてるような、ね、感じで、どこからどういうものをこの情報収集してるのか分かんないですけど、本当に2チャンネルなんかつけてやがって誰か分かんないけど、でもね、僕はね、ああ、もう昨日も言いましたけど、もう神様、私は注目されてる、こんなに悪口のサイトを作られて注目されてるって言うと、神様が、ああ、私の愛する息子、ね、あなたのやってることは全部分かってるよ、ね、というとですね、学研というね、へんてこりんな学校じゃない、会社がですね、先生、すごいですね、2チャンネルのチャンネルを持ってと。牧師、一回牧師がこんな悪口をかけることはありません、もう一つ作りましょうということですね、万丈駅に帰ってください、神様が2冊目を作ってくれました、やっぱり世間の人は見方が違いますね、僕はこんなサイトをいっぱい作られて、ね、僕が酒は確かに飲んでるかもしれない、でもここに体を張って、ね、じゃあ誰が刑務所から出てくる人間を面倒見るんだという伝道してても、誰もそれに対しては、誰もじゃない、結構一部の人はやってくれる、この大佐先生もそうだけれども、そういうのに共感してる人もいるけれども、僕の過去ばっかりクローズアップして、あいつは悪いやつだ、あいつは大酒飲むの大ぐらいだという裁く人たちの間でですね、やってます、その中でイエス様がね、されたこと、罪人の中に入るね、遊女の中に入る、はたまたハンセン氏病の雷病人の中に入っていく、ね、入って何をしたかって言ったら、一緒に共感したんですよ。カナの婚礼で何をしたんですか、